有田美濃島漁港卒業シーズン3月24日でございます。今日の市場の魚の値段は果たしてどうか、高いのか。何があるかな。おっと、これはフカだ。フカたくさん取っとるな。でこれはチヌじゃ。そろそろチヌのシーズンじゃ。チヌたくさん取れるぞ。もうな、2時じゃ。2時になったらたくさん船が戻ってきてな。競りは2時45分からでございます。お、この方がおるの。姉妹じゃ。いつもの熟成姉妹、船が帰ってきたんかの。ただいま3時でございます。どんな魚を取っとるんかの。楽しみじゃ。伝統的なリヤカーを準備して船を待ちます。兄弟息がぴったりでございます。何を取っとるんかの。どれどれ、なんかタイか。タイだ、おめでたいだ。卒業シーズン、入学シーズン、就職のお祝いにタイはいかがでしょうか。おめでたいでございます。大変お安くなっておりますと思われます。本当にな、この二人は息がぴったりじゃの。すごい兄弟じゃ。もうな、子供の頃からリヤカー引っ張っとるからな。あうんの呼吸じゃ。面白い姉妹じゃ。さっきな、待っとる時にな、タグムレ、あっち見てみな、あっち、おっぱい大きい人じゃな、おっぱい大きい人って言ってな、おってタグムレな、視力悪いのにな、どこじゃって言ってな、嘘じゃって言われてな、本当にタグムレ探したよ、どこじゃおっぱいはとか思ってな、大笑いされた。ほんまにバカ野郎が。今日はな、3月24日でな、卒業シーズンでもあるしな、入学先も決まった人とかおったりとかな、とにかくな、コロナとかもな、そろそろ終わりそうな雰囲気でな、飲食店とかもぼちぼち忙しくなってきたような気がしての、そろそろ魚の値段も上がってくるんじゃないかと思ってな、たくむね期待しとるわけだ。シケで1週間いかんかったからな、絶対に今日は魚の値段がいいんじゃないかって、たくむねは期待しておる。だからな、楽しみなわけなんだ。でまさにお祝いシーズンでタイとかな、イカとかな、絶対高値になるんじゃないかって、たくむねは思っておる。まさにイカじゃ。イカ、何イカかな。モンゴーかの、マイカかの、アオリイカかの。タグムネちょっと視力が悪いから見えんけどな、そのうちのどれかじゃ。まあ見てくれ。ご覧のようにな、船が帰ってきたらな、このように魚などをなリヤカーに積んで目の前の競り場に持っていくわけだ。でな、今日は皆さん行けよな、たくさん取っとったからな。もう3時に帰ってきた時点でな、渋滞ぷっと並んだらな、もう40分待ちじゃ。だから今からこのようにな、並んで40分待つわけだ。そして競りにかけると。だからな、結局船が着いてから1時間以上がかかるっていうことだ。1回で済まんからな、リヤカーは2回3回って行くから、やっぱり1時間以上かかったの、大変だ。リヤカー二刀流、どんどん前と後ろにリヤカーを引いていくぞ。タクムネ、ちなみにな、3つ引いたことあるぞ。3つ、難しいけどな。前で2つ持つとかな、まあ、後ろで2つ持つとか、とにかくな、2つ持てるわけだ。とにかく3つ引いたことがあるぞ。リヤカーの中をすり抜けて列に並びますと。すごいだろう。急に速くなったの。
2倍速にしたんじゃ、2倍速。タグムネ後ろついていったぞ。もうな、ここまで並んどるからな、40分じゃ。どうやった？いい感じですよ。ローイさんですか？ローイさんですか？ローイさんですか？どうもせんよ。どうもせんの。今日はマジか？行くも？行くも？ビューダーバンド。安かったか？まあまあ、ちょっと、まあまあ、10万円です。かわ。10万円です。もう大変。割と早く帰ってきてもな、これだけ渋滞するわけだ。やっぱり池のもんがな、タイとかイカとかな、とにかく池のもんが渋滞だ。大変だこりゃ。魚の値段なんだけど、ハゲはな、割といい値段しとったの。1万円以上してる。これかよ、仲良いけど。これはこれ34分だったから。エビ加えてくれよ。エビ加えてくれよ。あの、ギアが引いたぞ。これシカでもカマスやれ。シカカマスやって、マイカと。エビ大きいんじゃん。起きないわね。今小さいけど、まあまあ、あるよ。ええ方よ。ええサイズよ。200円でぐらいよね。うん。まあ、払い、こまやら。仕方ないよ、これはね。100円やったら得よ。エビやな。バレたらくれる？バレて。なんぞ、べっぴんさんやな、お前。べっぴんさんじゃ、俺、べっぴんやよ。ものすごくべっぴん。あれ。褒めちぎる。でも、エビはやれ。このエビ、うまいな、うまさねやな、あれ。褒めたらくれると思ってんけどな、くれなんだな。いかねえな、それ。もうちょっと実はな、魚の値段期待しておったわけだ。でもやっぱりな、安定的にな、イカ類は値段が安定しておったの。で、ハゲもな、やっぱハゲも人気あるんだろう。水炊きとかでするに人気あるわけだ。ハゲも丁寧しておったの。やっぱり問題はタイだ。タイは本当に取りにくいのにな、タイの値段が安いな。全然安いわ、これ。この春でな、せっかく入学シーズンにもかかわらずな、こんなに安いわけだ、これ。明日から浜の打たせ、タイいっぱい。安いぞ。きっと安いぞ。大売り出しじゃ。でな、早くやっぱりタチウオ出てきてほしいの。やっぱり、美濃島はな、タチウオじゃ。タチウオがなかったらな、大変。デニミも上がらんしな。やっぱりタチウオはみんな取りたいしな。タチウオ早く出てこいよ。じゃあな。でな、タグムネのあのオープニングのドドンってやつな、あれプロに作っていただいた、プロにな、タグムネの編集じゃないんじゃ、プロの方に作っていただいた、かっこいいだろ。じゃあな、あと少しで1000人になります。登録1000人になります。皆さんよろしくお願いいたします。登録よろしくお願いいたします。ではまた、バイ。最後まで動画ご視聴ありがとうございます。暴れん坊タグムネでございます。よかったらこのタグムネと書いた丸いボタンを押してください。今日もゆくゆく暴れん坊タグムネ、会場安全、大量満足。